アポロ宇宙船は、コマンドモジュール、サービスモジュール、月着陸船、打ち上げ脱出システム、宇宙船、ガッツ着陸船アダプターから構成される。アポロ宇宙船は、1960年代末までに人類を月に送り、安全に地球に送り返すというアメリカ合衆国のアポロ計画の目標を達成するために設計された宇宙船であり、3つのパーツから構成される。 宇宙船は使い捨て型で、アポロ指令、機械船とアポロ月着陸船から構成される。打ち上げ脱出システムは、打ち上げ時の緊急事態の時にのみ使われ、さらに宇宙船、ガッツ着陸船アダプターは、CSM 等を打ち上げ機につなぎ、LM を格納するために設計された。設計は、ガッツ軌道ランデブーを元にした。これは、二つのドッキングした。 宇宙船が月に送られて月軌道に達し、その後 LM が分離されて月に着陸し、CSM は軌道上に止まるというものである。ガツ探査が終了すると、二つの宇宙船はランデビューし、ガツ軌道上でドッキングし、CSM が乗組員を地球に送り返すというものである。CSM は乗組員を乗せて地球に戻る唯一の宇宙船となる。では、打ち上げ後、 必要のない高度まで達した時点で登棄され、SLA は打ち上げ機の上段に繋がれたままとなる。低周回軌道のアポロ計画で使われた2機の無人、CSM、1機の無人 LM、1機の有人、CSM は、サターン IB によって宇宙に運ばれた。高周回軌道の試験飛行のための2機の無人、CSM、月探査のための1機の有人、CSM、 一度の有人周回定期軌道探査、八度の有人月探査のための完全な宇宙船が、より大きなサターン V によって宇宙に運ばれた。アポロ計画後は、三度のスカイラブ計画と、アポロソユーズテスト計画のために四機の CESM が、サターン IB で打ち上げられた。アポロ宇宙船の最も主要な部分は、地球周回、月への飛行、月周回。 地球への帰還のために設計された三人乗りの機体である。ロックウェル・インターナショナルによって製造されたコマンドモジュールとサービスモジュールから構成される。アポロのコマンドモジュールとサトアン V ロケット上での位置、コマンドモジュールはアポロ宇宙船を操縦し、三人の乗組員の居住スペースとなる構造である。予圧されたメインキャビン、乗組員用のカウチ、操作パネル、 誘導システム、通信システム、環境制御、システム、バッテリー、熱シールド、姿勢制御システム、全部のドッキング用ハッチ、側部のハッチ、5つの窓、パラシュート回収システム等を備えている。地球に帰ってくる唯一の構造部である。アポロのサービスモジュールサービスモジュールは、予圧されておらず、エンジン、ガス軌動から離脱するための推進システム、 高度を保つための姿勢制御システム、水素と酸素の燃料電池、排熱を外に逃がすためのラジエーター、氷得アンテナ等を備えている。酸素は呼吸用にも用いられ、燃料電池は引用のための水も生み出す。アポロ15号、アポロ16号、アポロ17号では月を調査するためのマップ用カメラや小さな人工衛星と一緒に科学実験機器も積まれた。 サービスモジュールの大部分は推進システムとエンジンで締められている。このエンジンは何度も再起動でき、ガツ起動への侵入、離脱や地球から月の間の方向制御等に用いられた。サービスモジュールはミッションの真中ずっとコマンドモジュールと結合しており、地球の大気圏再突入の直前に投棄される。アポロの月着陸船、アポロ月着陸船は、 月面に着陸し、月軌道に戻ることを目的に設計された構造であり、宇宙の真空の中を単独で飛行するという意味で、初めての真の宇宙船である。加工弾と上商弾から構成されている。二人の宇宙飛行士が最大で4日間から5日間生活することができ、アポロ15号、16号、17号のミッションで用いられた。グラマンによって設計、 製造された。加工団は月に着陸するための着陸用ギア、着陸用レーダーアンテナ、加工推進エンジン、燃料等を備えていた。その他、実験器具や月面車、テレビカメラ、月サンプルの収集器具等も運んだ。上商団はガツ軌道に戻り、アポロ司令、機械船とランデブーするための乗組員用のキャビン、パネル、ドッキングポート、ハッチ、 誘導システム、姿勢制御システム、通信アンテナ、上昇推進エンジン、燃料等を備えていた。アポロの打ち上げ脱出システム緊急脱出試験パッドマイナス2の様子アポロ宇宙船の打ち上げ脱出システムはロッキードによって製造され、その目的は打ち上げ失敗の際に乗組員の乗ったコマンドモジュールを打ち上げロケットから離脱させることであった。打ち上げ失敗としては 打ち上げ施設の火災、ロケットの爆発、予定深度からの離脱等が考えられた。打ち上げ脱出システムは、固体燃料の脱出用ロケットを自動で点火し、カナードを開いて、コマンドモジュールを遠くに打ち出す。打ち上げ脱出システムは、その後投機され、コマンドモジュールはパラシュートで着陸する。打ち上げ施設で火災があった場合は、打ち上げ脱出システムは、 コマンドモジュールをパラシュートが展開するのに十分な高さまで上昇させる。緊急事態が起きなかった場合、打ち上げロケットの第2弾に点火されて20秒から30秒後に打ち上げ脱出システムは投機される。投機用のモーターは ATK ランチシステムズグループ製の固体燃料ロケットである。アポロの宇宙船、ガツ着陸船アダプター宇宙船、ガツ着陸船アダプターは サターンイブブロケットでサービスモジュールを支えるためのロックウェルインターナショナルが製造した塩水系のアルミニウム製の構造物である。これは打ち上げと大気圏からの上昇時に月着陸船のエンジンノズルと打ち上げ機をサービスモジュールのケーブルから守る役割を果たす。SLA は S イブブの頂上の危機イニットに固定された高さ2.1メートルの4つのパネルから構成され、 これらは蝶津貝を通して花びらのように開いた高さ6.4メートルの4つのパネルにつながっている。SLA は厚さ43ミリメートルのアルミニウムのハニカム構造の素材で作られている。SLA の外装は0.76から5.1ミリメートルのコルクの白装で覆われ、打ち上げと上昇の時の熱ストレスを緩和するために白色に塗装されている。サービスモジュールは 長い方のパネルの上部にフランジで止められ、ケーブルから給電される。宇宙に出ると、宇宙飛行士は、コントロールパネルの CESM、LV セプテンバーのボタンを押し、コマンドモジュールとサービスモジュールを打ち上げ機から切り離す。すると、サービスモジュールと SLA の間のフランジの導火線に着火され、4つの SLA パネルのジョイントに沿って、 サービスモジュールを離し、パネルとの間の接続部を吹き飛ばす。その後、SLA パネルの下場の二重のスラスタが点火し、蝶津街の周りを1秒間に30度から60度の速さで回転させる。トランズパッションオブ CSM、ドッキングエクストラクションオブ LM4、エールナーミッションアダプターパネルズアレジェティセンドザ、CSM イズターン1 8 0ズザ。 CSM DOCKS WITH ル i l M&PLUS IT AWAY, FROM THE SATARN, V3D STAGE APOLO 7号までのすべての飛行では、SLA パネルは s イブ v に結合したままで、当初の設計よりも45度開いていた。しかし、s イブ v SLA とダミーのターゲットとのランデビューの訓練を行っていた。 アポロ7号の乗組員が、ドッキングや月着陸船の放出の際の宇宙船と、SLA パネルの衝突の可能性に気づき、バネ付けの超都が、時速約5マイルの速さで、s イブ部からシステムを押し出すように設計が変更された。ガッツ着陸船は、下部パネルの4箇所で SLA と接続されており、宇宙飛行士が CSM から LM に移ると、その接続を切り離し、LM と、 機器ユニットの間のケーブルも切断される。ありがとうございます。